い、ファスティングマイスターのやすしです。本日もカフェインのことをお伝えしていきますね。本日のテーマはカフェインの摂りすぎは命の危険、1日の許容量と致死量っていうのがあります。それをお伝えしてもらしていきますので、それを確認しながら摂る量を決めていただきたいなと思います。でまずこれにかけましたけども、コーヒー、だいたいコップ一杯でコーヒーが 80mg 入ってます、カフェインが。カフェインの量、コップ一杯ですよ。コップ一杯のにコーヒー 80mg。紅茶 75mg。緑茶は 30mg。今度こっちって、コーラはね、意外とあって40入ってるんです。あとエナジードリンクありますよね、なんか今流行ってる。なんとかブルとかそういうのはすごいんですよ。コップ1杯80入ってます。やっぱコーヒーとエナジードリンクがすごいのかなと思ってるんですね。一応これも調べた結果なんで正確じゃないと思うんですけど、私調べた結果でお伝えしております。はい。でこれって致死量があるんですよ。致死量って死んじゃうとか死に至る量があるって決まってるんですけど、それはね大体ね1000ミリグラムって決まってます。1000ミリグラム。で、1000ミリグラムとも死んじゃうような危険な量なんですけども、それに半分500でも、例えば500にしても、頭痛がしたりとか、めまいがしたりとか、なんかね、そういう不調が現れるんですよ。だって500って言われてます。なんで、この辺はコーヒーをね、500だったら5杯。6杯では飲んでも危ないですよね。500ね、近づいてきますので。で私の場合はもうはっきりと1日3杯って決めちゃってます。3杯。これをね、私の方の整体院に来てる方にはお伝えしてるんですけども、1日3杯を限度にしてくださいって話をしてます。じゃないともう500なんてあっという間にいっちゃうんですよ。500まであっという間にいっちゃって、頭痛、めまい、不調が続いてっていう風になってきますので、カフェインはね本当に調子良ければすごいいいんですよ。その調子、メリットを考えて飲めばすごいいいですし、デメリットがありますので、そこを今度超えちゃうと負担になってきますので、うまーく使ってほしいと思います。そのためには1日3杯、全部種類そうですよ、1日3杯にしていただいて、コーラを飲みすぎちゃダメよ。あれペットボトルすごい2リットルだからすごい量ですよね。それ多分何リットルとかも飲んでる人もいるけど、1日3杯までって決めて飲んでください。どの種類にも関わらず3杯って決めちゃうと楽です。計算しなくて済むから1日3杯ですねっていう、朝昼晩でもいいし休憩中でもいいし、何かしらそのメリハリをつけて飲んでほしいと思います。でまあ妊婦さんね、授乳中とか妊婦さんの方ってカフェインがいけないってあれも話あると思うんですけども、その時は、まあ、タンポポコーヒーとかカフェインが入ってないのがありますので、それを、飲んでほしいかなと思います。でまたその妊婦さんとか授乳中方にも向けにも、動画撮っていきますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。はい、今日はもうカフェイン取りすぎは命の危険ということで、1日の許容量と致死量というのをお伝えしてきました。何か質問等ある場合はコメント欄に残していただければ私お答えしますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。毎日あっと驚く豆知識を配信中、チャンネル登録よろしくお願いします。